今回は、メトロポリス。監督は、林太郎。2001年の作品です。人類とロボットが共存する巨大都市、メトロポリス。当地の実質的な最高権力者、レッド校の依頼により、ロートン博士が作り出した人造人間、ティマをめぐり巻き起こる、陰謀や冒険、憎悪と愛の物語です。声の出演は、イモトユカ、小林圭、石田太郎、富田光成、岡田光輝、若本のりをほか、手塚治虫による、初期の同名長編漫画が原作。手塚漫画常連のキャラクターたちが、縦横無尽に活躍する、なぜかクラシカルで、ノスタルジーを感じる未来世界。興行的に失敗した作品ですが、国内より海外から高い評価を得ています。改めて見直して、そのクオリティに驚愕する、知られざる傑作です。